やはり若手にいいのがどんどん出てます。ああ、そうですか。はい、もう油断ができないんですよね、フランスの選手も。でこの選手は非常にひょうきんでね、で特にあのフランスではとってもこうみんなから人気のある、愛らしい顔をしています。ホテル、そのリボンの演技です。満席の方にひゅっとこう投げ飛ばすね、ハッとさせるようなもの、これも構成法ですよね。一つのいいと思いますよ。3回転キャッチ、うまい、タイミングいいですね。これで待ってしまうとやはり減点の対象になりますけれどもね、はい、すごく